こんにちは。オーシャン東京原宿店西田代表チームアシスタントの萩原です。はい、今日はめちゃくちゃ簡単なタオルドライセンターパートをセットしていきたいと思います。で、タオルドライセンターパートなんですけど、今も頭濡らしてきてタオルで拭いてきた状態なんですけど、割と今回は乾燥、ブリーチしてて乾燥しやすいっていうのもあって、だいたいどのくらいだろうな、4割くらい乾かして6割濡れてます。結構濡れてます。こう見た感じ濡れてるなってわかるぐらいなんですけど、もうこのくらいタオルドライしていただいたら、もうこっからワックスつけていくんですけど、今回センターパートでセットしていくんですけど、僕ブリーチ2回してて結構ダメージしてるので、今日はクールグリスを使ってセットしていくんですけど、ブリーチとかカラーとか特にしてなくて、そんなにダメージしてない方だったら、クールグリースじゃなくてクックグリス、これを使ってセットすると同じように再現できるかなと思うんですけど、ダメージしてる方はこっちの方を使ってやっていただいた方がセットしやすいと思うので、今日はやっていきます。では早速やっていきます。だいたいワックスの量は結構つけます。じゃん、果汁グミ2つ分くらい。もうこれをけ先からまんべんなくつけていきます。で、この時のポイントとしては、つけてないところがないようにムラなくつけることです。で、ついてないところがあるとタオルドライなので、もう乾燥してただのパサパサな毛ができちゃうんで、パサパサの毛ができないように、もう揉み上げから耳の後ろまでムラがないように中間毛先揉み込んでいきます。で、割とこのなじませる時間をしっかりとっていただいた方がセットうまくいくので、散らしてから整える時間というよりかは、なじませる時間をしっかりとってあげてください。ちょっとあれですね、このさ、今ジャンプの漫画の句みたいな感じ。こんな感じです。はい、しっかりなじませていただいたら、もうセンターパートなので真ん中取っていただいて、もう下ろします。ガーッと、ガーッと、トップが潰れないようにトップは押さえて下に下ろします。もうめっちゃ簡単ですよ。朝時間ない時とか
頭濡らしてタオルで拭いて、クックグリースかクールグリースも見込んで散らすだけです。結構朝起きて、わーやべ時間ないみたいな、遅刻するみたいな場面あると思うんですけど、じゃあセットすんなよって感じだと思うんですけど、もう散らして、だいぶ散らして整えたら、某アニメクーからだいぶセンターパートになったではないでしょうか。でセンターパートの時にコツとしては、まず顔周りのボリュームを抑えることです。トップボリューム立たせて顔周りを抑えて、でボリュームが出やすい鉢周りもしっかり抑えていただいて、ひし形作れるように。これだけポイントを抑えればセンターパートうまくいきます。顔周りを抑えて、鉢周りを抑えて、トップにボリュームを出すことです。もうクールグリース1個あってタオルで拭いて揉み込めばもう完璧です。めっちゃ簡単です。どうでしょうか。ぜひ朝がない、朝時間がない時とかぜひやってみていただけたらと思います。こんな感じです。はい、どうでしょうか。簡単ではなかったでしょうか。はい、今日のセット動画はこんな感じです。ということで、今回の動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。でまた僕 Twitter と Instagram やってますので、そちらに何か質問だったりこんな動画見たいなどありましたら気軽に DM していただけたら、僕 DM 全て返しているので気軽に DM ください。もしよかったらフォローもよろしくお願いします。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。